僕の名前は良健。今は大学に通いながらコンビニでアルバイトをしています。でも僕の働いているコンビニに変わった人が現れるというのです。良健、お疲れさん。お疲れさんです。このバイトもう慣れた？ええ、まあでも先輩のように動けませんが、でも楽しいです。あ、それはよかったわ。まあ良健にも結構シフト入ってもらってるから言わなあかんことがあって。はい、何でしょう。このコンビニにおじさんって名乗るおじさんが来るんよね。で、そのおじさんが来たら絶対に目を合わせたらあかんから。あ、わかりました。見た目とかってどんな感じなんですか？いや、おじさんってことしかわからんな。まあ、とにかく大井さんって名乗る人が来たら無視するか警察呼びや。はい、わかりました。それを言われてから数ヶ月が経ち、僕は大井さんのことを忘れてました。良健、はい、ピークも過ぎたし私休憩行ってきてもいい？あ、はい、行ってらっしゃいです。最近万引き多いからな。うわ、なんかこの人怪しい。一応料金に行っとこ。あ、りっちゃんからだ。なになに？さっき入ってきた女性、見張ってて。あー、オッケー、まあ、了解と。よし。あー、良健がこんだけ警戒しとけば大丈夫でしょう。誰もいないのに、なんでこんなペコペコしてんだろう。ちょっと様子見てくるか。ちょっとちょっと、良健どうしたの？誰もいないのにペコペコして。あ、先輩、この人。このおじさん、変なんです。え、何が？なんか、おばさんって言って命ちょうだいって言ってくるんですよ。今なんて言ったの？いや、だから命ちょうだいって。はい、いや、それじゃなくて名前名乗ってた。はい、大井さんって。まあ、とにかく大井さんって名乗る人が来たら無視するか警察呼びや。店長が前言ってた人だ。本当に現れたんだね。私も初めて。どうしましょう。とにかく目を合わせないようにしよう。あ、お客様、いかがなさいましたか？いや、だから命ちょうだい。いや、そう言われましても。じゃあいいよ、どっちかの命ちょうだい。私たちは売り物ではありませんので。へえ、じゃあ、あいつの命ちょうだい。あ、いや、それも対応しかねます。お客様は売り物ではございませんので。全部もらおう。
なんだろう、釘が3つ。これがほんまに大井さんが持ってきた釘か。はい、そうです。両言、あんだけ大井さんには気をつけろって言ったやん。すいません、忘れてました。曲がってる釘が1個か。釘が曲がってたら何かあるんですか？都市伝説やと思うんやけど、大井さんに目をつけられたら死が訪れるらしいんや。じゃあ大井さんがあの時全部モーラをって言っただってことは、あの時あの場にいた全員を表すってことですか？俺もようわからんけど、あの場にいた人数は3人です。その時におった人数と同じ数やな。ってことは僕たちは死ぬってことですか？あ、いや、わからん。あくまでもこれは憶測や。わかりました。これからは気をつけます。いやー、にしてもりっちゃん、そう遅いな。寝坊かな。まあ、にしてもあれだな、今日全然お客さん来ないな。はぁ、あ、嫌だな、あったか。あ、この人、え、待って、交通事故もしかして。りっちゃん先輩、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いや、僕は大井さん、君を迎えに来たよ。その袋は何ですか？ああ、ここで働いてた君の先輩の顔だよ。だから言ったじゃん、全部もらう。